それではこれから24回にわたりまして、ドイツ語の初級文法について説明をしていきます。担当の整形大学法学部の里村と申します。よろしくお願いいたします。ではまず1回目、レクシ x ンアインス母音子音の発音になります。それでは第1課の母音の発音を説明します。まずドイツ語のアルファベートは英語のアルファベート26文字に加えて、 ウムラウトと言われる記号をついた文字を使います。このウムラウトは音を変えるという意味のドイツ語です。このウムラウトはすべての文字につくわけではなく、アオウだけにつき、その他ギリシャ文字のベータに似たエッセットと言われる文字を使います。ドイツ語の母音の発音ですが、基本的にはローマ字と同じように発音すればよいのです。では発音してみましょう。 ただし母音の発音での注意点は その母音音音を長くく発発すすす。るるるか、かああいいは短く発音するかという点にありますアクセントが置かれるドイツ語の母音の発音は母音の後ろに子音が1個しかない場合は長く発音母音の後ろに子音が2個以上ある場合は短く発音をします重母音の場合は2つ母音が重なっていますので長く発音します それでは発音を聞いてみましょう。例外として母音の後ろに置かれた「は」のつづりは前の母音の音を長くする機能がありますこれは例外的な規則ですのでよく覚えておいてください 以上の規則をまとめたものが1ページの下のポイントのところに書かれているものですこの母音の発音のルールは生まらうとがついた母音にも同様に適用されますそれでは発音をよく聞いてみてください「 複母音は例外的な発音になりますので特に注意をして覚えてくださいまず AE は IEA は e アウムラウトウは OIAU も OI となりますそれでは発音を聞いてみてください「I?」 Freiheit Brief Krieg Gebäude Bäume Deutsch Europa の発音は以上になります次に子音の発音について説明をします一番目位置や条件によって発音が異なる子音について説明をします 丸1ですが、米デーゲイの発音についてです。これらは後頭や五中に来る場合は米デーゲイはそのまま発音記号のままになります。例えば、最初の小川ですが。バッハ大聖堂はドーム。フォークはガーブ。 というように、つづりと発音記号が一致しています。それに対して、右側にある、べー、でゲですが、これらはいずれも単語の語末に置かれていますけれども、その場合は、それぞれの発音は無声化して、例えば、べの発音はペ D の発音はてー、ゲーの発音はカーになります。つまり、このべー、でゲは、 単語の5末に置かれる場合は、発音が大きく変わります。この点に注意をしてください。単語の発音ですが、最初の泥棒を意味する単語は、これはディーブではなくディープとなり、次の月を意味する単語は、これはモンドではなくモントとなり、次の山を意味する単語は、となり、 ベベルルグではななくベルクとなりますその下のアスタリスクでありますけれども、ここはイーゲーの発音でありまして、そのまま発音しますと、イーゲーはイックとなりますけれども、標準語ではイッヒとなります。この点に注意をしてください。その下のポイントですが、ベーデーゲーの発音ですが、これは語末、音節末では無声化して、それぞれペー、テー、 ととなることに注意をしてくださいそして2ですがツェハーの発音になりますこのツェハーの発音はちょっと特殊でありましてこのツェハーの前にどんな母音が来るかによって大きく発音が変わります例えば1番目の「屋根」ですが発音は「ダフ」となりこのツェハーのつづりの前に母音「あ」「お」「う」「アウが来ると「 発音記号 X にあたる発音になります。ただしこの発音記号 X は前に来る母音によって発音がそれぞれ変わる特殊な発音記号になりますので注意してください。この X の発音記号は正波の前にある母音「あおう,うあう」を発音した口のままで喉をこすらせる音を出すというのがこの発音記号の意味になります。 例えば、ダッハですと、このツエハーの前にあるアーの口をしたままで、ツェハーの音、喉をこすらせる音を出すダッハという風な発音になるという意味です。ですので、ダッハのように喉をこすらせるドイツ語特有の音がありますので、前にアーオウアウがあるこの単語については、後で発音の練習をします。 次の2番目のツェハーの発音ですが、これはツェハーの前にアオウアウが来ない発音になります。この場合は2番は日本語のヒに当たる発音になりまして、まあ、例えば2番目の牛乳ですが、発音はミルヒとなります。次の3番目のツェハーの発音ですが、これはドイツ語から見ると外来語に当たるギリシャ語やラテン語に由来します。ですので、例外的な発音になりますが、 まず最初の性格にあたる単語ですが、ラクターとなります。英語ですとキャラクターですが、ドイツ語ですとカラクターというふうになります。次の単語はフランス語から来ていますが、チーフの意味でシェフとなります。日本語ですとシェフは料理人を示しますが、ドイツ語ではチーフ、その所属の部署の一番上の人間を指しています。 この発音記号は、シュッという音になりますので注意をしてください。これらの発音のポイントをまとめてありますのでご覧ください。アスタリスクの部分ですが、ここでは、ツェーハーの後ろに S が置かれた場合の発音について説明をしています。このツェーハー S の発音はクスとなりますけれども、これは今ご説明をしたツェーハーの発音とは異なる発音になります。ですので、 正派と正派 S の発音をはっきり区別してください。そこの狐の事例をご覧いただきたいんですが、この場合のフックスは正派 S の部分でクスという発音になります。次の3番ですが、S の発音になります。この S の発音ですが、後ろに母音が来るか、ー音が来るかによって濁る、 濁らないの区別になります。まず、最初の単語ですが、マスク仮面ですが、後ろにカーというシーンがあるので濁りません。それに対して2番目ですが、ザイルザイルですが、後ろに a という母音が来ていますので、この s は濁った音になります。つまり、ザイルというザジズゼゾの音になります。 次に ss の発音になりますけれども、この ss は場合によっては ss ッッというふうに表記をされることがあります。つまりこの ss は前に単母音が来る場合は ss、この前に長母音が来る場合は ss ッッというふうになります。例えば、classe というような場合です。もともと ss と ss ッッは同じものでありますけれども、 この ss の前に、長母音が来るか、短母音が来るかによって ss か s トの表記が変わるというわけです。次の丸4ですが、ファウの発音になります。これはドイツ語由来の発音と外来語由来の発音で異なっており、例えばドイツ語由来の鳥という発音については、フォーグンという発音になり濁りません。それに対して外来語由来の ファウの発音は濁り例えばその次のピアノという単語ですけれども発音は「クラビア」となり濁る発音になります次に ○5 ですけれどもこれは、s「sp」s「ステの発音になります先ほど「s」の発音をしましたけれどもそれは「s」の後ろに母音が来るか「子音」が来るかによって発音が異なりましたけれども この場合の sp、st は、五島に来た場合には、もともと s の発音は、発音記号ですと s ですが、これがシュという音ですね、に変わります。ですので、最初の発音ですけれども、鏡は、スピーゲルとなり、スピーゲルにはなりません。そして次の椅子ですが、s ト o o ななりりストゥールにはなりませんそれに対して sp が後頭にない場合にはこの s の発音は通常のスの発音になります。ですので目の発音はとなりますそして郵便はという発音になります。次に6番目エアーの発音ですがこれは置かれる場所によって発音が異なります。まず al が「 単語の最初に置かれている場合はそのまま「エア」という発音になり困惑するという単語は「という発音になりますそして2番目ですがこの「AL」が単語の最後に置かれていてしかも1音節の場合には発音が「エア」と若干長母音になりますですのでこちら「エ」という単語は「ヘア」という発音になります 次に3番目ですが、AL が語末に来るのは同じですが、しかし単語が2音節以上ある場合、この AL の発音は事実上母音化して「アとなります。ですので、母親という発音は「ムッタという発音になり、「ムッテルという発音にはなりません。古い言い方では「ムッテルと言いましたけれども、現在は軽く母音化して「ッターというふうになります。 ポイントをまとめてありますのでご覧ください。次に、注意を要するシーンの発音になります。まず、丸ルですが、これらは2つのシーンで1つの発音になります。特に最初のデ s ス、テ t ス、テットは、いずれもカタカナですとツという音の発音になります。ですので、最初の晩にという単語の発音ですが、アーブンツ。 そして夜には、ナツそして猫ですが、カッツェというような発音になります。これらは2つのシーンで1つの発音になりますので注意をしてください。例えば、デースは通常ですと、ドゥスという発音になりますが、このデースで、ツという発音になります。次に2番目の、マチという単語の発音ですが、したと。 という発音になります通常ですと、この DT は D という発音になりますが、この場合はこの2つのシーンで1つの発音になりまして、T、つまりデーテ t のうち D を落として、T だけの発音になると見なすことができることに注意してください。次の2ですが、英語と異なる発音になります。これらの子音は英語と似た発音になりますので、 英語を学習した皆さんは混同しがちなので注意してください。最初の「ヨット」の発音ですが、これは英語ですと濁りますけれども、ドイツ語では濁らず、やゆえよの発音になります。ですので、最初の「日本」という発音ですが、「そして右側の「クウの組み合わせですが、ドイツ語ではこの「クウのシーンは必ず「ウと組み合わせて出てきます。そして発音もちょっと特殊でありまして、 この空の発音はクブという発音になります。ですので品質という発音はクワリテーという発音になります。そしてその下の船ですがドイツ語ではシフという発音になります。このエッセイハーはシュという発音になりこれは英語の SH にあたる りりになりますけれども、ドイツ語では必ずエッセハーの塊で単語として出てきます。そしてその右側の t エ h ですが、この4つのシーンで一塊の発音になります。発音はチュという発音になりますが、その発音記号を見ていただきますと、テとシュという発音記号の組み合わせになります。ですので、ドイツを意味するドイツ語は「 という発音になりますなお、同一ラントの最後の「D は濁らないので注意をしてください。ここまでまとめますと、まず、正ーの前にあおうあうがあると、X の発音記号。それ以外は、ひという発音。そして、エッセイ派は、しゅという発音。そして、テイスセイ派は、ちゅという発音。そして、正ーの後ろに S がある場合は、クスという発音になります。 その次のテーハーの発音ですが、これは五島に来る場合には、テーハーのハーを落として発音してください。ですので、温度計は、テーモメーターという発音になります。そしてその右のテーイーの発音ですが、これはツイという、ドイツ語特有の強いシーンの発音になり、例えば国民は、ナチオン。 そしてその下の英語の W に当たるつづりですが、ドイツ語では V となり、下口ぶを軽く噛んで発音します。ですので、ドイツ語で森を表す単語は、w a l という発音になります。そして最後の Z ですが、これは英語では Z という風に濁りますが、ドイツ語では濁らずつの音になります。 ですので、動物園を意味するドイツ語は、となります。ドイツ語の死因の発音は以上になります。